一般的なヒップリフトだと、はい、いくお尻を上げてください、足を揃えて、足首も揃えて状態でやるんですけれども、産後の時は少し変わっていきます。ゆっくり下ろしてください。骨盤をもっと内側に入れていきたいので、膝をつけた状態で内股みたいな感じにしましょう。で、膝をつけとくのは一緒です。で、この膝をつけた状態をキープしたのを、またお尻にぐーっと力で上げていきましょう。少しここら辺に刺激が変わるの分かりますか？で、そのままゆっくり下ろしていただいて、これもまた繰り返していきましょう。スピードとしては3秒かけて下げていきましょう。せーの、1、2、3、上げるのも3です。1、2、3、繰り返しましょう。ゆっくり上げて、そうです、少し押さないようにいくよ、少し内側に上げて、膝を離さずに、ここを取ってください。せーの、1、2、3、はい、アップです。1、2、3、ゆっくり1、2、はい、ラスト上で閉じてキープ、はい、お腹に力を入れて10秒9、はい、ゆっくり下ろしてください。はい、お疲れ様です。はい、足閉じちゃいましょう。ほい。